1998年のロードレース世界選手権1998年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第50回大会である。ミック・デューハンとホンダによる 500cc クラスの支配はこの年も続いており、デューハンは年間8勝を挙げ、ホンダは全14戦中13勝を挙げた。サイモン・クラファーによるイギリス GP での勝利が この年のヤマハの唯一の勝利であった。500cc クラスルーキーであるマックス・ビアジの衝撃的なデビューインで幕を開けたシーズンであったが、ルーハンはすぐに5年連続チャンピオンに向かって、進撃を始め、最後は4連勝でシーズンを締めくくった。その一方で 250cc クラスのタイトル争いは波乱の幕切れとなった。アプリリアのチームメイトである原田哲也。 ロリス・カピロッシそして、バレンティーノ・ロッシの3人に、タイトルのチャンスがあるという大接戦で迎えた、最終戦アルゼンチン GP、その3人が、トップ争いをする中でのファイナルラップ、最終コーナーの時点で2位にいた原田に3位カピロッシが打撃突し、両者とも、コースアウトしてしまう。このアクシデントによりレースはロッシが優勝し、 コースに復帰して2位に入ったカピロシシがタイトルを獲得した。その後、カピロシシのこの行為は、アプリリアの怒りを買い、チャンピオンにもかかわらず契約を解除されて、チームを放出されてしまった。125cc クラスでは、アプリリアに乗る坂田和人が、政子智美とマルコメランドリとの激しい戦いを制して2度目のタイトルを獲得した。 1998250ccfinals, tandingsatmotogp.com ありがとうございます。